本当に何手拍子ができなくて、あと手拍子の練習とかね一緒にしたんですけど、みんなでこう何足をこう動かしながら手拍子するみたいな、こういうまあ多分練習あるのみなんですけど、練習あれば良くなると思うんですけどね。 そう、自虐ネタ、自虐ネタかな。いやでも私頑張りますよ、頑張れよ。じゃあ次ブラジル体操 何ブラジル体操って何ですか。待ってごめんね、さまないんだ、そっか、せっかくな聞いてたのに。他に「ごめんね、ごめんね、マンゴー」じゃない あ、意外にマンゴー歌えるかな。さっきまで聞いてたのを歌おうかな。愛してラブル、じゃあ愛してラブル、ごめんねマンゴー、ごめんねマンゴー、ごめんなさい ごめんねマンゴーってなんかでも気になりますね、そういう曲があったら。あれ、ごめんねマンゴー、もじってる。そう、ありがとうパパイヤ、パパイヤ、あ、パパイヤって10期生の子が呼んでましたね、私のこと。歌いやすい曲は何かある？歌いやすい曲なんか、どうなんだろう、歌いやすい曲、リズムが簡単な曲、早川先生はスキップできる、スキップはできるんですよね アカペラっすか、アカペラはやばい、アカペラは絶対やばいです、努力は裏切らない、そう信じてるぞ私は、ありがとうございます。そう、応援したくなるわね、本当ですか それは超嬉しいです。フィンランドマンゴー。フィンランド。ミラクル。はい、愛してラブル歌います。I love you。あ、もうずれた。愛してる。見つめ合う二人がキスをしようとして、外回りに気づく、まさかみんな大注目、叫べ I love you、 もっと大声で愛してる、恋人よ太陽以上に熱くなれ、してたらソフトクリームも溶けちゃう、夏に生まれた恋長く続かないって、大人たちの意見だけどきっと予想外、ここで I love you、 オーバーアクションで愛してる、照れないでどれくらい本気か見せつけろ、ここで I love you、 あうんの呼吸で愛してる、真実はまとまりきらない、愛してラブル、おー、
丈夫そうですね。なんだろう、やばいな。叫べ I love you、 もっと声で愛してる、恋人、太陽以上に熱くなれ。叫べ I love you、 世界で一番愛してる、愛しさを同時に伝えて、愛してラブル。愛してる、やばい、テンションが。レイ、合ってるじゃん、合ってましたか。ありがとうございました。はいはい、なんか高校で I love you がすごいきついですね。どうやって歌えばいいんだろう。腹を引き締めて、高校で、高校で、何なんだろう、何なんだろうな。さっきよりタイミング合ってた。ああ、ま、本当ですか。嬉しい、嬉しいけど、嬉しい、頑張んないと。音程は高い方だね。そうなんですよね。置き時よりは良かった、置き時よりはね、置き時よりはまだ良かったですかね。実際踊りながら歌ってましたしね。なんかあと踊ってた方が実はリズム合うかもしれないですね。あ、パチパチいただきました、ありがとうございます。 VK の方からパチパチいただきました。あと可愛いお団子さんに乗った方から可愛いいただきました、ありがとうございます。さっきよりすごく良かったね。もう皆さんもう優しすぎるよ、本当に癒されます。私が癒されてどうするんだ、私が癒さなきゃいけないのに。前よりうまい。いやいや、踊りながら歌ったらどうなるんだ。踊りながらの方がリズムは合うんですけど、ってなりますね、はい、親近感湧きました。いいじゃないですか。はやちゃん全体的にリズムが走りがち、あ、走りがちなんですか。早く行きがちなんですね。あ、じゃあもうちょっとゆっくりめに歌えますね。なるほど。口の開け方も割り箸、あー、割り箸で、あーいうえおとかありますね。口の開け方か、一緒にカラオケボックスで楽しめそう。そうね、大体はあと私は盛り上げ役ですね。まず水着衣装に着替えながらじゃない？そっからですか？形から入っていく感じですか？エンジンかかってきたね。エンジンかかってきましたかね。一番後ろから見てる。うん、俺を感動させてみろ。なんで一番後ろなんですか？じゃあ分かった。感動させてみせます。早取り先生。強き者を、強き者をさっき聞いてたんだけど、え、歌えるかな？大丈夫かな？強き者よ。あれハーフだったっけな、さっき聞いてたの。いや、歌える気が、強き者はもう強き者。待って、心配だな。でももっと聞きたかったな。大丈夫かな。どうしよう。待って、でも怖いな。下の場合言うか、キスだって左利き。おー、なるほど。不器用太陽、不器用太陽、リズムがね難しいですね。ゴロゴロしながら歌うのはダメか、面白いだけだから。ゴロゴロしながら歌う、横になってですか。その方がでも良かったりもしますよね。実際体幹やってた時の方が声は出てたんですよね。どうしよう、どうしよう、応援しがいがある。ありがとうございます、すごくいい言い方ですね。どうしよう、どうしよう、さっきめっちゃ聞いてたやつ、歌ったことないのばっかだけどな。ちょっと賛成かわいいとか歌ってみます。賛成かわいいはもうレッスンの時でもすごい聞いてたし、さっきもずっと聞いてたし、あとなんかリズムがいい感じの気がするんですよね。わかんないんですけど、
あれ、もしかしてない。あ、あった。よかった。あった。強き SK メンバー絶対。ああ、なるほど。じゃあ強きも練習しないと。あとは他に、むずくない？嘘、難しいですから。賛成、かわいい。嘘。ちょっと待って。賛成、かわいい。うわ、難しい気がする。ちょっと怖い。渚のイメージじゃあ後で歌います。ちょっとじゃあ入れちゃったので、これは入れてみるんです。難しいそうです。多分きついですね。じゃあ、そっか、難しいんだ。参加むずいぞ、リズムが。もうやだー、もうなんで入れちゃったんだろう、これ。賛成感は、あ、難しい。チャンチャン、青空、ゴゴ、スーパーシーレ、本当の気持ち。賛成かわいい、サンシャイン降り注ぐ、この道、誰よりも君を好きなんだ。難しかった。もうせっかくアドバイスいただいたのに。いい感じですか？目が見開いた。本気ですから、ちょっと。教室の中じゃ、あ、じゃ、興味なんてないふりをしてた。指さして、噂する男子たち。僕たちのマドンナにしようぜ。シークレット集結。賛成、かわいい。ランラン、隠すよ、どの時。平常心に。賛成、かわいい。マイハート、大切な。あ、違う。イノセンス。つぶやくよ。好きなんだ。待って、道を滑らせば。ちょっと待って。僕が今飲み込んだ片思い、胸の奥、そっと、会える願いな僕。賛成、かわいい。じゃんじゃん、青空、ゴーゴー、スーパーシーレ、本当の気持ち。賛成、かわいい。サンシャイン降り注ぐ、この道、誰よりも君を好きなんだ。ボロボロ、ボロボロ。
の振りの癖が、いやなんかリズムが取れる気がするんですよ。ありがとうございました。落ち着けば大丈夫。あ、もうなんか途中でテンパっちゃって無理でした。知らない曲を初見で歌ってみた動画風になってる。そんなことないんですよ。もう何回も聞いてるんですよ。賛成かわいい。何回も聞いてるんですよ本当に。だってもうエバることじゃないのに、あね、もうなんか何なんだろう、あとテンパると忘れがちですね。渚、怖い、渚のイメージが怖い。可愛いいただきました、ありがとうございます。うさぎの方から可愛いいただきました、ありがとうございます。警察です、早川先生のリズム感が道路に落ちてました。お届けしてくださってありがとうございます。落とし物ですね。あら、もう初見さんまでパチパチくださってありがとうございます。今までにしまえばだ、やんやん、ちょっと嬉しくて泣いちゃうわ。もうなんだろう、なんなんでしょうね。渚を走る僕らのイメージな、もう渚のイメージでどうなんだろう、ちょっと渚のイメージ歌ってみますね。渚のイメージはアカペラしかないので頑張る姿に感動、パチパチ、バスを踏むことでうまく歌えるまでリスナーに付き合ってもらえばいい。あら、ありがとうございます。そうね、経験ですよね、オリジナルメンバーさんですよ。合わせようとせず丸ごと覚えてしまえばいい。なるほど、この映画が選抜の早川さん、昔はこんなだったって映像にきっとなる。いや、そうさせたいですね。そう、そうさせれば、ね、あのこの経験もね、いい思い出になるので。そう、シャツかわいいでしょ、ナウイシャツです。はい、遅れました、こんばんは。そう、渚のイメージちょっと歌ってみますね。あの音楽なしだとどうなんだろうなってところなんですよ正直。もうこれでテンパって歌えなくなったらやばいです本当に。アカペラはむしろ合ってるかも。そうなんですかね、イメージしますか。まあここにいる人のほとんどはいつも味方なんで、どんどんチャレンジしていこう。ありがとうございます。カトリーの BGM があればな、BGM あればね。そうなんですよね、カトリーの BGM じわりますよねあれね。そう、そうね、苦手意識さえなくなれば大丈夫。なるほど。コメントでああだこうだ言われながら真面目に練習するってやってることは、カノンと一緒。そうなんですか、カノンちゃん。でもすごいけどな。そっかそっか、カノンちゃんももっともっと上達しようと頑張ってるんだね。歌詞を朗読するように、歌詞を朗読するようにすればもっといいのかな。カトリーに電話で BGM。 あ、リアルタイムの BGM ですか。ちょっと渚のイメージ最初から歌った方がいいのかな。サビだけでいいかな、サビ。どうしよう。ちょっとサビだけ歌ってみますね。ズームつなげるか。ちょっと一回歌ってみますよ、渚のイメージ。てんててん、なぎさを走る僕らのイメージ、波打ち際の、波打ち際をしぶき上げて、追いかけっこしなが、違う、音程が違う。追いかけっこしながら、なぎさを走る僕、渚を走る僕らのイメージ、波打ち際をしぶき上げて、追いかけっこしながら、砂の上って走りにくくて、なぜか二人は何度も笑ってしまう、そんな夏休みがもうすぐ来るよ。こんな感じなんですよ。そう、でも途中から、そう、何なんでしょうね、つっかえちゃうんですよね。
何なんだろう、何回も歌ってるのに。まだまだ足りないってことですね。音程は取れるんですね。なるほど、音程取れてましたか。そう、あ、熊の方からね、ハート、熊さんの方からハートたくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。頑張れ。そう、さすが折り面。いや、あ、ファイトいただきました。 VK の髪型の方からファイトいただきました。ありがとうございます。応援しとる、嬉しい。自分は歌姫だ、自分は歌姫だ、自分は歌姫だ。そうね、あの思い込みも大事ですもんね。頑張る姿が美しいと思うの。そうですか、本当に。なんかそう、あれなのよね。そう、ちょっとなんか今までなんだろう、あのなんだろう、ダンスに関してもなんだろうな、なんかできない自分を出すのが結構怖くて、なんかね、結構自信がなくて、あの皆さんにね、カラオケとかオーディションの最中もできてなかったんですけども、そう、なんか思い切って、ね、やってみるのもいいかなと思って。あれどうしたんだろう。そう、なんかダンスの振りのショールームとかもやってみようかなと思って、できない時もなんか出してもいいのかなとか思ってるんですけど。ファイトいただきました。ありがとうございます。メガネの方からファイトいただきました。ごめんなさい。なん、え、どうしたんだろうね、いきなり。どうしたんだろう。どうしたんだろう、ちょっとごめんなさい。なんだろう、なんか多分最近いろいろ自粛中もあって、いろいろね、考えてまして、あの学業が終わったじゃないですか。それで、あのその後、あの初めてちゃんと余裕ができて、こう練習する時間とかもね、あのできて、最近ダンスの練習とかね、結構やってるんですけど、ね、なんかいろいろ改めてね、こういう期間って考えさせられて大事だなって思いますね。これからそう、学業が終わったから、まあ高校生が終わったんですけど、最近ね、集中して頑張っていきたいなと思います。どうしたんだろう。あ、ちょっと待って、はいはい、ごめんなさい。ちょっとたくさん練習して自信つけよう。そうですね、自信つけるところから始めたいですね。ちょっと、いや、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に皆さん、なんか謎な時があるんですよ、ごめんなさい。なんかちょっとそろそろ配信終わりにした方がいいかな、今日は。待って、どうしたんだろう。いや、全然そうじゃないんですよ。なんだろう、そう、本当にごめんなさい、違うんです。本当に皆様にちゃんとアドバイスとかもらいたいなと思って今日やったんですけど、なんだろう、下手で泣いてるとかじゃないんですよね。そのなんだろうな、なんか改めて嬉しいなと思って、こうできない自分もこう出してみて、皆さん結構思ったよりも受け止めてくださって、ちゃんとね、アドバイスとかもくれて、本当に愛されてるなって。どうしたんだろうね、今日。どうしたんだろう、ごめんなさい。なんかねえ、ちょっと別にきっかけがねあったとかそういうんじゃないんですけど、いや、言い過ぎたとかじゃないんです、本当に違うんですよ。あれなんですよ、歌が下手で泣いてるとかじゃないんですよ。なんだろう、なんか難しいですね、女の子って。いや、本当になんか自分でももう難しいな、女の子って。何なんだろう、歌えますね、とりあえず。いや、全然もしよろしければなんですけど、
これからもぜひ、いや、悪かったとかじゃないんです、本当に違うんです、本当に勘違いしないでください、本当にまだ歌います、ちょっと今日本当は怖かったんですよ、歌うのが。それで歌ってみてちょっと予想以上に皆様が優しかったから泣いちゃったんです。あれですよ、褒め続けてほしいとかそういうのじゃないんですよ、絶対。私的には本当はしっかりアドバイスをもらった方が嬉しくて、本当にね、ただストレスなんだ、違います、多分緊張してたんです、はい、緊張するとね、なんかね、パニクっちゃうんですね、私ね、昔から。どうしよう、じゃあちょっと待って、今日は歌うって決めたので歌います。なあ、どうしよう。あ、パレオ歌ってみよう、見ますかね。なんかダンスは確かやったことあるんですけど、あれ、パレオ歌ったことありますかね。パレオやれまなやるど、びっくりした、いきなりどうしたんだろう、こうなるとは思ってませんでしたね、私も。どうしたんだろう、初めてですね。難しいの、この前ダンスしてるの、はい、ダンスしましたね今日。あと久しぶりね、渚のイメージとかもダンスしてましたね。あとあれ、愛してラブルとかもやってましたね。あんま泣かないって言ってたね、本当になんで泣いちゃったんでしょうね。寝てちゃんと寝たら多分大丈夫になります。あ、なんかでも踊りたくなっちゃいますね。ちゃんとやりたいな。レレレレレレレ、深い海の底に珍しい魚を見つけたみたいに、この胸の片隅、初めてのときめき感じた。教えてくれる燃え上がる情熱の季節を、パネオはエメラルド腰に巻いた夏、海の色を映してる、パネオはエメラルド潮風の中、心の窓が開いた。
好きなんですよ。でん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 って。ありがとうございました。パチパチパチ。はい、パレオは、あ、でも結構いけましたね。踊ってただけあって、やっぱそっか、リズムが簡単なのかな。なんか、え、どうなんだろう、歌ってて分かんなかったんですけど、なんかね、いい感じだった気もしますね。そうだな、なんか、へえ、やっぱでも歌えばいいんですかね。あ、熊の方からハートたくさん、熊野さんの方から、熊野アバターの方からハートたくさんいただきました。ありがとうございます。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。あー、嬉しいです。いいね、ありがとうございます。でぜひぜひね、アドバイスなどもね、もしよろしければよろしくお願いします。と、結構ね、あれなんですよ、気づかなかったりするのでね。ごめんなさい、ギフト結構飛ばしちゃってましたね。あー、どこからだろう、どこからだろう、たくさんもらってる。あー、嬉しい、ありがとうございます。はい、練習しまくれば慣れてくると思うよ。あー、そうですね、練習すれば慣れてくるかもですね。本読む人だから歌詞を読んじゃうのかも。あー、あ、でも本ね、結構ね、意外と読まないんですけど、でもそうですね、なんか棒読みになりがちって言われるんですね。そうね、なんかあれですかね、歌詞を読むというよりこう、歌ってるっていうのをもうちょっと意識した方がいいんですかね。なんかセリフを読み上げてるように聞こえるともね、言われたことがありますね。素敵な時間なんだよ。嬉しいです、ありがとうございます。で、なんかグダグダになっちゃったんですよ。ありがとうございます。どうしましょう、ちょっと、ギフトが申し訳ない。ブルーローズさんから、やばい、パニックってる。黒いハリネズミの方から尊い10個いただきました。ありがとうございます、ありがとう。あとジンベエを着た、猫さんの方からバラ10本いただきました。ありがとうございます。あと三つ編みの方から馬いただきました。ありがとうございます。あと、青い T シャツの方からいいねいただきました。ありがとうございます、ありがとう。あとサニームの方からブラボーいただきました。ありがとうございます。メガネの方からいいねいただきました。ありがとうございます。カッパの方からパチパチいただきました。ありがとうございます。 VK の方からね、パチパチもいただきました。ありがとうございます。 STU さんのアバターの方からブラボーいただきました。ありがとうございます。うさぎさんの方から、パチパチいただきました。ありがとうございます、ね、たくさんいただきました。ありがとうございます。 VK の方からいいねいただきました。ありがとうございます。はい、踊りながら、そう、踊りながらだといいかもしれないですね。あ、そっか、さっき踊ってたからあれですかね、少しリズムが取れてたんですかね。歌切れにならない、いや、なりませんよ。カラオケで人からとか結構好きなんです私。なんか結構前なんですけど、レッスンしてた時にお休みの日があったんですよね。1日で、そのお休みの前、まあ要するに金曜日みたいな感じですね。金曜日の日は早めに早めに切り上げて人からで歌の練習をするっていうのをね、ずっとやってて、練習って言ってもでもすごいね、楽しくてね楽しかったな。近くのねカラオケで人からやってましたね。そう、なんか半分ストレス発散みたいな感じでね歌ってましたね落ち着くために体感する、落ち着くために体感するんですか。体感って魔法ですかねいろんな効果がありますね、体も鍛えられてね。そう、前後に揺れるメトローム状態こうなってましたか。そう、実はできる子だったね。いや実、そう、頑張ればやればできる子だけが他にから、ちょっと忘れてください、すいません、忘れてくださいね。そう、楽しむの大事だね。そうですね、楽しむの大事ですね。マスカラ持って踊ってそうなマスカラ、そうですね、よく振っててうるさいって言われてますね、友達に、心の体感強くしような、心の体感大事大事ですね。あ、あ、あ
これは俗に言うタワーというものですか、もしかして。え、タワーいただきました、ありがとうございます。いやー、ちょっと、え、そんな、え、ありがとうございます。高校生卒業祝いかな、ありがとうございます。チョコの猫の方からタワーいただきました。やだやだ、あらやばい、リアクションがやばい、取れない嬉しい、ありがとうございます。チョコの猫の方からいただきました、ありがとうございます。え、やばありがとうございます。いや、でも、頑張んないと。やだ、ちょっとタワーなんてもらっちゃったら一人芝居頑張んないとですね。あらあらって出ちゃってますね、ちょっと映ってますね、ゆうちゃんのが映ってますね。センターワーが泣いた。いやー、ちょっと頑張ります。あ、これは頑張らないとね。じゃあ、どうしようかな。あとはちょっとさっきの事件を抹消しなきゃいけないから、ちょっとどうしよう。何かしましょう。やばいやばい、パニクってるよ、パニクってるよ。あ、足がそう、あ、でも、現金なやっちゃ体感カラオケ、体感カラオケですか。無意識、そうですね。あ、でも無意識、無意識もいいですね。どうしよう、恋を語る主人になれなくて、カニ食ってる放課後です、コケティッシュ渋滞中。どうしよう、どうしよう、コケティッシュ渋滞中もいいですね。あ、でも、リズムが簡単なのってなんでしょうね。簡単じゃなくてもいいのか、練習だから。そう、今回はできるものを歌うんじゃなくてできないものを歌う回だから。どうしようかな。フィンランド、どうしよう。ファイト10個いただきました、ありがとうございます。ハリネズミの方からファイトいただきました。前のめり歌える。どうしよう、前のめり、なんかでも練習しないと歌えない気がまた出てきちゃった。よくない。なんかね、どうしてもね、こそれんしたやつしかね、まだ歌う勇気がないんですよね。この癖を直したいな。もういじらなきゃ大丈夫。いや、いじってください、ちょっとあれです、やめてくださいよ。これでね、バチバチに褒められてもね、ちょっとリアクションに困っちゃいますよ。私のルームはいじるルームでしょ、皆さんいじってください、どんどん。どうしよう、ちょっと待って、こそっと、せめてたくさん聞いてたやつにしようかな。さっきたくさん聞いてたやつに、こそれん、もういじれない。いじって、お願い、いじってください。一回も歌ったことないけど、結構な回数聞いてるやつにしようかな。じゃあちょっとこれ歌ってみます。ダンスはやったことない、やったことあるんですけど、歌自体は、歌ったことなくて、まだ一回も。そりゃこそれのうちに入んないよね。そうね、まだ歌ったことないです。初めて歌います、これ。じゃあ意外と初めて歌います、多分。頑張ってる人いじれない。いやー、いじってくださいよ、調子狂っちゃうじゃないですか。うまい。いや、でも歌う前からもう食レポじゃないんだから噛んだ瞬間うまいっていう方いますよね、食レポでね。ダメよ、それやっちゃう。あれ、歌ったことある、もしかして。あれ、もしかして歌ったことある、これ。あれ、いいんじゃない、まあ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 、そうか、
よくもない、よくなくもない、わあ、あお、でれれ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 、あお、あお、過去と現在未来系、兄もいろいろあるだろうが、さっきからずっと話してる、そいつ何者だ。だからこういうパーティー好きになれないのさ。人間関係複雑すぎちゃって、君にしてみりゃみんな友達なんだろう。うわーきつい。解かれて紹介しないでくれ、僕は熱線になれないし、気まずくなくちゃおかしい。あ、君ってそういうとこあるよね、空気なんて気にしない、ドン引きするくらいマイペースなんだ。わ、難しいですねこれ。ほんと自分に正直すぎる、素直な君を見てるとどれも良くなるよ、好きならオーライ。うわー高い。あおおでれれ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 、あおおあおお、ちょっと慣れ慣れ絞りた人なんかしたくないけど、そんなに長いハグは必要なのか。なぜか僕の器が小さく見えて、自己嫌悪だよそんなことないよね。日時が万事、君は楽しく生きるだけ、うん、今さら何もないってことは、そりゃあ僕だってわかってる、だけど少しは気を使え、うん、そこだそういうとこよくない、前から言おうと思ってた、見てしまったら僕の負けだ、きっと言わなきゃよかったよなんて後悔をしてしまうだろう、嫌いなところも飲み込んでオーライ。まあ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 、そうか、ここ歌うかな、ん、よくなくもない、見ていないふりとかしちゃって、全然気にしてない感じで、そんなことあったのなんて、ちゃちゃとぼけちゃって聞き返そう。そういうとこあるよね、気にしそういうとこあるよね、空気なんて気にしない、ドン引きするくらいまでペースなんだ。うう、ほんと自分に正直すぎる、素直な君を見てると、それも独り言、好きなら OK、 本当だって全部独り言言えるわけない、てれてて、あおあお、あ、なんだってオーライ、あお、そういうとこ、そういうとこ、そういうとこあるよね。いい、いやー、高音がありましたね、結構あれねダンスに見えてきた。いやいやいや、そんなおこがましい。いやいや、いいね、ありがとうございます。カッパの方からいいねいただきました、ありがとうございます。いい、うーん、あれかな、なんか今思ったんだけど、口が開いてないのかもしれない、そういうみたいなのになってるかもね、そういう、あれ、さっきみたいになんないな、そういうとこあるよね、あー、なんかさっきよりマシなような気もするんだけど、なんなんでしょうね、かわいい、すごいかわいいありがとうございます、はい、ピッチパレオより良かった、あ、そうですか、ありがとうございます、全宇宙が泣いたちょっともう、あ、かわいい、いただきました、ありがとうございます、クマさんの方から、ハートを持ったクマさんの方からかわいい、いただきました、ありがとうございます。それは感じるね、なんかうんうんうんって歌ってるのかもしれない、喉が閉まってるのかな、立って歌ってみる、あー確かに立って歌うともうちょっとマシかもしれないですね、
て。え、じゃあとりあえず逃げてた逃げてましたね、またね、逃げてる癖が。ちょっと待って、じゃああいうえを練習しよう。あ、あいうえお、これもね練習しろって言われましたね。立って歌うとどうなるか比較してみますか。立てないな。終わった終わった、終わってないです、まだまだまだですよ。ちょっと今日は付き合ってくださいね皆さん、ちょっとだけ付き合っていただけたら。あと、あでも木曜日かみんな忙しいな片足で歌ってみる。片足で、片足で立って歌。なるほど、立てない。それか、え、ちょっと待って、横になって歌うとか。付き合うよ嬉しい。もうあゆをなめんな、あゆをなめてました、ごめんなさい。もっと真剣にやりますね。あ横、なんかでも歌の先生が横になると腹式呼吸ができるってね。大の字になって歌ってみる。歌えますか、大の字になって顔がうつちょっと映んない、どうしようどうしよう。あ、じゃあこの姿勢、お腹に力が入る姿勢、腹筋しながら、つわものですねそれは。ちょっと待って、え、お腹に力を入れたい。どうやったらお腹、これダメだな、逆効果だな。ラブさんどっこ、ちょっとラブさん寝てるんですよのんきに。スクワット、スクワット、腰から下から映ってない。え、どうしよう。あ、わかったわかった、わかりました。こう座ってちょっと後ろにグッてこうこの姿勢で歌えば嫌でも多分お腹に力が入ると思うんですよ。これ結構辛いかもしれないけど、辛そう、ちょっとやってみますね一回。それ無理じゃない、無理かな、無理かな、なんかこれダメだなこれ意味ないな。どうしよう、間違ってない、大丈夫。いや、なんかでもなんかなんか昔読んだ記事で、またなんかカラオケのやつなんですけど、立って歌うのが恥ずかしかったらこの姿勢で歌えって書いてあったんですよね。なんかね、体幹やん、体幹。どうしよう、でも寝た方が効果的なのかな。あ、でも無理だ、寝てる顔はひどすぎて見せらんない。どうしよう、空気椅子でよくない空気椅子も、空気椅子でも足に力入っちゃうんじゃないですかね。足から声出ちゃう、バキバキになりそう。でもちょっとやってみようかな。お腹に力入れると腹式呼吸違うんじゃ、違うかそれは。どうしよういや可愛いよ、もうなんか可愛いって言っとけばいいみたいな感じ出てません。立ちたいな、立つとな。立ってこうやって配信する4000人見られてると横になってる方は恥ずかしくないそう、横になる方が恥ずかしいね。じゃあ このまま歌ってみますか。これでさっき歌った曲と同じやつをじゃあ歌ってみます。立ってちょっと口を大きく開けるのを意識してみようかなって思います。手持ち辛いな、しょうがない。そうね、そういうとこあるよね。でそういうと、何歌おう、さっき歌ったやつの方がな比較できると思うんですけど、顎が上がらないように気をつけて。あ、なるほど、顎が上がらないように。さっき歌ったやつ、高音が出せてなかったんですね。どれかな、どれだっけ。手持ちきついな、リズム取れ、あ、リズム取れない、手ないと背中を意識して。
どうしよう。あ、じゃあとりあえずカーテンレールを見せつける。もう一回、もう一回、そういうとこあるよね、歌ってみても大丈夫ですか？多分そういうとこあるよね、パレオ、パレオですか？パレオ。あ、そうだ、高音出てなかったね、てーてーてーの部分とか。じゃあパレオにしましょうか。喉開く、なるほど、パレオはエメラルド。ちょっとこれで高音を頑張ってみます。そういうとこパレオはエメラルドになっちゃった。そう、よいしょ。耳栓、あ、耳栓。いやでもね、今回はね、ちょっとちょっとね、聞き比べてほしいです。聞き比べ、皆様のお耳を犠牲にしちゃうかもなんですけど。リスメル、あ、そうだ、足がある、私に足があるよ。てててて、よし頑張ろう。前髪が割れてる。あ、踊れない。頑張んないと。パレオはエメラルド、地に巻いた夏、海の色を映してる。パレオは
よ風の中で大人になった少女よ、世界中で一番綺麗だ、僕は君に恋をしてしまった。あれですかね、リズムは一番最初の方が取れてた気がするんですけど、ててての部分がまだ出てたのか、どうだろう、歌った方が良かったのかな。途中からすごい速くなる時があるね。あ、そうだね、あ、まだ速くなるんですね。あ、じゃあ本当になんか自分が思ってるよりゆっくりゆっくりいく感じですね。聞き入ってしまった。あ、パチパチいただきました、ありがとうございます。上系の髪型の方からパチパチいただきました。やっぱ立った方がいいね。そうですか、立とっか。じゃあ、あ、バラを10本いただきました。黒いハリネズミの方からバラを10本いただきました、ありがとうございます。カッパの方からいいねいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。なるほど、うん、違ったね。あ、違いましたか、ちゃんと出てた。あ、よかった、声は出てたと思う。なるほど、じゃあやっぱ違うんですね。あ、体勢とかでも変わってくってことですかね。じゃあ歌の練習とかするときはちゃんと立って歌った方がいいですね。さっきより良かった気がする。なるほどなるほど、リズムは手を使えなかったし、なんか途中でこんなになっちゃってたんですけどね。なんかあれ、足でできなかったなあれ、え、待って待って待って、危ない危ない。あ、立った方は声は出てた。なるほど、じゃあ声を出すときは立って、手はでもやっぱり変だけど、これつけた方があれなんですかね、リズム取れるんですかね。2回目よりは良かった。そう、なるほど。あ、なんだ頑張った、いただきました。くす玉かな、くす玉いただきました。 STU さんの、アバターの方からくす玉いただきました、ありがとうございます。なるほど、あ、いいですね、勉強になりますね。今日は徹夜だ。いや、ちょっともうそろそろじゃあ終わりにします。数を重ねて上手くなるね。あ、本当ですか。いや、でもアドバイスのおかげですよ、皆様の。 SKE で座って歌うこともあまりないし、立って歌う方がいいんじゃない。確かに確かに、で座って歌うことあんまりないですよね。まあ曲によって、いやでもないか、ないね、ないですね。だんだんいつもの速さに戻ってきない。ちょっとね、抹消するために先ほどの約10分間ぐらいの黒い歴史を抹消するためにね。よかったよ。じゃ比べるために次は体幹でやってみよう。体幹結びつけたがりますね。あ、横を向いたくまさんの方からハート100個いただきました、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。うん、 A メロ B メロが速くなりがち。あー、速かだけに。A メロ B メロ、じゃあコーラスは大丈夫だけど、でーて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 の歌い出しですかね、やっぱりね。なるほど、今日の配信は一生心に刻みます。ちょっと一晩寝て忘れてください。じゃあ徹夜違う、もうごめんなさい、あとちょっとで終わりにします。もうそろそろ皆様の記憶から抹消できたかなってぐらいで終わりにしたいと思います。はい、よく聴いた曲はいいかも。そうですね、もう踊ったことがある曲とかはいいかもしれないですね。美しい。いや、ちょっとやめて、あれお願いします、コレクションテープ、なんて言うんだっけ、コレクションテープって言うんだっけ、修正テープお願いします。はい、冷やし中華配信まだですかね。冷やし中華配信またやりますか。あ、だるまさんいただきました、ありがとうございます。黄色い T シャツの方からだるまさんいただきました、ありがとうございます。黒くない、いやー、アンコールアンコール。いやー、23時22分ありがとうございます。はい、ストリートミュージシャンがハーモニカ使
つけるやつみたいに首にスマホそうですね、首にスマホかけたらなんだろう、あの角度的にはもう最悪の角度だけど手は使えますよね、歌ってる最中ね。そこは先生のせん、歌の先生に聞こう。そうですね、レッスン始まってほしいな早くな。12時までに、12時まで声聞いていたいな。12時まででも大変じゃないですか皆さん、お仕事でしょう明日、ね、思い切って手を伸ばして歌った、手を伸ばして歌う、あでもやったことあるかもレッスンで手を伸ばして歌う。なんかこういうのもやったことありますね。ですね、動作とかもやっぱり関係あるのかな。あでもダンス中できないし、んでも練習中はいいのかな。抹消してください、ちょっと全力で阻止してください。これが YouTube に上がるのは、これだけはお願いしますごめんなさい本当に、はい、早くの取りせず、なんとか次には注意しましょう。星になってるな、いや本当にごめんなさい。ちょっと皆さん、あれあれをこれからもどんどんいじってくださいね、うん、じゃあ最後は子守歌で、子守歌 YouTube アップ中で締めてください。すぐ消します私が通報して消します。何歌おうか、いろんなレッスンを応用して最後に歌おうかな。 CD に焼き付けました、もう締めは君が代で渋いですね。フリピンの子守歌ですが、君が代は、あれ君が代とかの方がリズムとかないから綺麗に歌えるかもしれないですね。え、そうそう、これやめてやめてやめて、本当にやめて。蛍の光、え、どうしよう。こんばんは、はじめまして、はじめまして、こんばんは、こんばんは、はじめまして。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと本当に本当にごめんなさいよ、ごめんなさい、本当に本当にごめんって。バラードが歌いやすい、なるほど。バラードか、バラードなんかあったかなゆっくりな曲で、不器用太陽難しいんですよね。不器用太陽いきますか、難しいですけど、何回か歌ったことありますよね前に。不器用太陽、前に歌った時何がダメだったかな、何だったっけな、なんか結構高いところはなかったんですけど、リズムですかね、不器用太陽は。やっぱり千の風に、千の風に乗って青春ガールズの曲とか入ってないのかな、あどうなんでしょうね、青春ガールズの曲。途中難しそうだけど、そう難しいんですよね、不器用太陽。ああるかも、青春がある。どうしようどうしよう、オペラ歌手になればどうしよう、金木星、どうしようどうしよう、どうしよう、あー最後にパッと明るくいきましょう。じゃあ明るい曲、待って、思考停止しちゃったちょっと待って、どうしようどうしよう。ハート型ウイルス、あハート型ウイルスに、あれ時々歌ったっけ、そばにいさせて、そうすぐそばにいさせて、フィンランドミラクル、フィンランフィンランミラクル。どうしよう、放課後レース、放課後レース、待って、でも放課後レースちょっと
え、自信ないな。歌いましたね。え、どうしようどうしようどうしよう。放課後レース、まあ放課後レースでも本当にあんまり聞いたことないな。大丈夫かな、キャンディー、キャンディー大丈夫かな。あ、もうこれだからな、もうあれなんだ、ちょっと、ああどうしよう。どうしよう、あ、やばい、どうしたどうした、五十嵐隼香どうした、取り返すんじゃなかったのか、さっきの勢いはどうした。あー、ちょっと、ああじゃあ毎回長いじゃん。あれ、これどうですか、これちょっと、これあれさっきまで聞いてたんですけど、あれない、ワンツースリーフォーよろしくがないよ、ないよ、ないな、ないな、ダメだな、ちょっとちょっと早くしないと早くしないと、ちょっとみんな、あー代表的な1234ないんですよね、1234どうしよう。アンケート、アンケート、アンケート取れっかな、あ、紙がない、いや、なんかないんですよね、ちょっと待ってくださいね、数字がダメだったのかな、あれ1234で出てこない、なんでだろう、なんで出てこないの、え、なんでないの、え、本当にない、前 ないな、ないない、どうしよう、じゃあ水飲もう、本当に水飲みましょう、ちょっと待って、バンザイビーナス、え、歌えるかな、聞いてたけど。あー練習したくなっちゃう、あーもうちょっとちょっとうまい、はい、もう歌います、歌いますね、歌いますよ、ちょっと とりあえず入れます、ぐちぐちなっててもしょうがないから、あ、待って、ワンツー、あったあった、1234、あ、いました、あの、びっくりマークつけないとダメだったんですね、どうした、五十嵐隼香、そうだよ、どうした、さっきの勢いを取り戻すんじゃないのか、どうした、どうした、ありましたね、ちょっと歌わせていただきます。あ、あ、撮った方がいいのかな。ワンツースリーフォーよろしく。ファイブシックスセブンエイト、愛してこの胸のドヤを外。私を初めてのパスワン、欲しいものは待ってちゃダメだ、あー難しい、みんなは言うけどそんな簡単に目が言い出せないわ、難しい、飲み込んだ愛が、あれ、セリフ、あーほん、クリスマス、バレンタインデー、誕生日、これが恋の三大かけでなんだって、神さん
こにいるの。ワンツースリーフォーお願い、ファイブシックスセブンエイト、私に運命を信じる力ください。ワンツースリーフォーお願い、ファイブシックスセブンエイト、今すぐ愛としさのパワー。だるいか、仕掛けようかな、友達から、あー難しい、始めればいい、少しずつ、あれ、いやと、イエイ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 。恋をするとね、あ、朝早起きになるんだって。理由知らない。どうして出会ったのだろう。 One, two, three, four, よろしく。 Five, six, seven, eight, 愛してこの胸の扉を外ノックして。 One, two, three, four, よろしく。 Five, six, seven, eight, 私を恥ずかしいな。はい、今いいやって思うと現れるんだって。難しい。イエイ、好き、そこ大事大事、だ言った方が良かったですね。いや、なんかちょっと恥ずかしくなっちゃって。セリフが一番の見せ場なのに。そうね、ワン、ツー、スリー、フォー、よろしく。ファイブ、シックス、セブン、エイ、愛してこの胸の扉を外ノックして。ワン、ツー、スリー、フォー、よろしく。ファイブ、シックス、セブン、エイ、私を初めてのパスワン。セリフ言えなかったです。せっかくの見どころだったのに照れちゃいました。セリフ言います。次は絶対絶対言ってやりますよ。もうこなれた顔で言ってやります。ふう、あれですね。のところがリズムやばかったですね。罰ゲームの萌えセリフかな。いやー、ほんとセリフ盛り上がるところ、ほんとにもうちょっと練習しときます。セリフまでこなれた顔でかっこよくないですか。だってこうこんな感じの顔で言えるとね。はい、あ、ハリネズミの方からありがとういただきました。ありがとうございます。ありがとう、パチパチいただきました。あ、なんだ、黒髪ロング女子の方からパチパチいただきました。ありがとうございます。でした。たくさん聞こうね。たくさん聞きましょうね。これからも。垂れ流しておきましょうね。これなんか、この間顔でセリフ楽しみ。そう、はい。ということで、楽しい、楽しいね、配信になりましたね。はい。ね、今回は、カラオケ配信ということだったんですけど、はい、ね、これからも、あれかな、普通に、まあなんか、
結構やばいんですけど、やばいところをもう強調はしちゃダメだな。やばいながらもね、カラオケ配信とかやっていきたいなと思いますね。ダンスも、なんだろう、なんだろう、もう、ちゃんと本当に自信が出てできるまでやんないと、見せらんないみたいな感じだったんですけど、普通に練習風景とかも見せちゃおうかなと思います。なので、完璧なね、ダンスとか踊りは、ダンスと踊りと同じよ。ダンスとかね、歌とかは、あれかもしれないんですけど、毎回ってわけにはいかないかもしれないんですけど、間違っちゃったりも。ね、じゃん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 やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。伝説のように。いやー、ちょっと、大縄跳びというより曲に、入れなくなる、早かし。ね、もう恋よりも難しい歌うことって。努力は必ず報われる。そうよ。ダンサーかっこいいと思う。ダンサーかっこいい。ありがとうございます。そう。でもね、あれもね、結構、なんだろう。すぐ忘れちゃうんですよ。本番になると。そう、練習中はできるのになぜかカメラの前だとできないとかね、あるんですけど、ガンガン間違えていこうと思います。そう。いや、劇場で、ね、ちゃんとできればいいなと思うので。全部見たいからいいんだよ。ありがとうございます。フリーで風景とかもどうなんだろう。垂れ流ししといてもいいのかなとかも思ったりしてるんですよね、最近ね。そう。で、じゃあ、お休み時間に皆さんとお話ししたりですね。そうか。ちょっと、一回、あれを、なかったことにしたいんだから。そう。一生懸命な早川さんが素敵で、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。垂れ流し、そう、垂れ流し。その汗は嘘をつかない。ありがとうございます。じゃあ、ランキングいきたいと思います。ランキングいきましょう。はい、13位の方、馬のかぶり物をかぶった方です。ありがとうございます。12位の方、なんだろう、これはマグロかな、中トロぐらいの色だな、中トロの方です。あれ、中トロって書いてあるね。中トロの方です。ありがとうございます。11位の方が、赤いワンピースの方です。ありがとうございます。10位の方が、人面猫の方です。ありがとうございます。9位の方がサイリウムを持った方です。ありがとうございます。8位の方が、青いジンベエを着た猫ちゃんの方です。ありがとうございます。7位の方が、真ん中がハギチョピンナツインテールの女の子の方です。ありがとうございます。6位の方がお団子に乗った女の子の方です。ありがとうございます。5位の方が STU さんのアバターの方です。ありがとうございます。そして4位の方が、カニのアバターの方です。ありがとうございます。3位の方がウサギのアバターの方です。ありがとうございます。そして2位の方が 黒いハリネズミの方です。ありがとうございます。そして1位の方がデケデケテッ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 テーン、チョコの猫の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました、皆さん。で、今日は長めの配信だったんですけどね、明日本当はダンス配信したいんですよね。明日は、なので、どうしよう。 そう、ダンス配信もしだったらやらせていただきたいなと思って。お疲れいただきました。ありがとうございます。 VK の方からお疲れいただきました。ふざけ中。 お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。で、明日どうしましょう。夕方どうですかね。でも夕方きつい方も結構いらっしゃるだろうな。土日とかにも、お昼とか、もしだったら配信したいな。待って、逆にすごい早い時間に配信っていうのはありなのかな。金曜日だけどな。保存しました。消してください。今すぐ消してください。 どうしよう。お昼でもきついですよね。せめて夕方とかですよね。朝5時。朝配信。ちょっとね、そう、平日、そうね。平日はあれだから、朝6時はちょっと逆に踊れないんですよね。そう。じゃあ、仕事、そうね、仕事ですよね。日曜日とか土曜日とかにもダンス配信します。大丈夫です。はい。その時は多分夜の方がいいよね、みんな。
はい、明日はじゃあお昼と夕方どっちがいいですかね。夜しかない、そっか夜しかないのか。真夜中だとねダンスねダメなんですよね。9時ぐらいまでかな、9時半ぐらいまでかな、ダンスできるの。はい、土日もやります。はい、わしは休み、あいいですね、夕方、夜9時半までなら大丈夫なんだけど、昼と夜昼と夜か、昼、あでも、じゃあ昼より、あ土曜日とか日曜日にやりたいですね、2回配信。じゃあ20時頃にしてみて、確かに、じゃあ20時頃に、20時にしましょうかね。20時からじゃあダンス配信始めちゃおっかな、始めちゃいます。はい、早い。早くないね、ちょっと早くなかったです。なんか結局皆さんね夜の方がいいみたいなので、昼にもでも配信他の日にもしてみたいと思います。はい、お疲れ様でした。そう、夜しか無理かも。そうだよね、皆さんお忙しいですもんね。そう、夜8時20時からよろしくお願いします。ほうえい、きっと人も集まると思う、ありがとうございます。そう、あしさんも見れそう、ありがとうございます、嬉しいです。テレワーク続いてるからなんとかなるかも、はあ、嬉しいです、ありがとうございます。そっか、テレワーク続いてるんですね。そっか、大変だな、20時くらい、夜早め、そう。仕事は早かの配信見ること。お仕事って言うんですよね、推しの、推しって書いてお仕事、ありがとうございます。はい、では明日の20時からね、またぜひぜひあのお時間ある方見てみてください。はい、今日はありがとうございましたね。また明日お会いしましょう。そう、お仕事。ありがとうございました。バイバイ、またね、おやすみなさい、おやすみ、おやすみなさい、バイバイ。